新家臣は中国香港の映画監督、映画プロデューサー。両親はタイの歌人だが香港で生まれ、8歳の時に家族で太陽国へ移った。父は映画監督、映画プロデューサーの陳道民で、1977年には道民が制作、監督し、千葉真一が主演した日本、香港、タイの合作映画、激殺。邪道剣に主人公を慕う。 少年役で出演。18歳でアメリカ合衆国へ渡り、21歳で香港に戻った。初めて映画に触れたのはタイ語の字幕で、ジョン・ウーの作品だったという。その後、ゴールデン・ハーベストに入り助監督を務め、1990年代初頭には UFO 電営講師に加わり、1991年の初監督作品、愛という名のもとに、が高評価を得た。 その後も、君さえいれば、禁止玉用、ラブソングなど、現代人の愛情を題材にした作品を数多く、生み出している。1999年には、ドリームワークスから、ラブレター、誰かが私に恋してるを制作した。2000年以降は他国籍の合作による、アジア映画を多く、世に出している。ラブソングは、第16回香港電影金像進むで、 最優秀作品賞など9部門で受賞し、本人も最優秀監督賞を受賞した。また、第34回金馬進むでも最優秀作品賞を受賞している。2006年には、ウィンターソングで第43回金馬進むの最優秀監督賞を受賞したが、本人は北京にいて受賞式に臨めず、サンドランが代理として賞を受けている。2008年には、 オーロード、男たちの誓いで、第27回香港電影金像、進むの最優秀作品賞、最優秀監督賞と第45回金馬、進むの最優秀作品賞、最優秀監督賞を受賞している。社体表記は現代もしくは役代。ありがとうございます。